こんにちは、ゆうです。パンサーのお時間です。はい、2夜連続孤独のグルメみたいなね、後付け実況から、はい、やっと音声録音設定、直せました。ダメ撮りした時に限ってね、女子後ろ髪生えてますわ。はい、あんな風になってしまうっていうね、はい、急遽断ったこと、おめでとうございます。はい、今日はですね、今日から、この撮影日時点で、その後からね、100式ですか、新しいチャレンジ来るんですけど、僕なんか絶賛なんかルーターが壊れてる Wi-Fi の、どうしようかな思ってるんですよね。で、とりあえずね、そのガチャも来てるということで、はい、いろいろ、なって言ってもった友達かって。まあいろいろありますが、はい、とりあえずね、ちょっとガチャね、前々から引きたいなと思ったんで、ちょっと今日はね、ガチャ動画となっております。それではね、無料ガチャね、今日来てますね、ログインスタンプ。はい。この2つから、それでは、早速、引いていきたいと思います。はい。まずはね、新学期ガチャ、ログインスタンプですね。これは、特に、あれかな、僕、カンナ&サツキやったっけ、サツキ&カンナやったっけ、これが欲しかった。これが欲しかったんすよね。ほんま、これが欲しかったんすよ。これが欲しかったんすよ。おぉ、ロッタロッタやったっけ？ロッタロッタ、光属性ね、僕ね、どうやろう。無効貫通でしょ？ちょっと今後に期待枠ですね、はい。ダイヤの原石みたいな感じですね、はい。置いときましょう。あ、2体いるんか？あ、持ってたんや、はい。それでは、原画師確定ガチャ。これであれ？白蓮光出るんすか？出えへんのかな？どうなの？でも原画師じゃないよね、白蓮光。オッケーオッケー。オッケー、了解。じゃあ、サイレアですね。はい。サイレア。ちょっと全然名前出てこへんけど、バウムとかやったっけ？ミューラ。はい。ほんま全然名前覚えれないんですよね、最近。はい。でも、インの顔とかついてたんすね。なるほど。ちょっと最近ね、もう、ほんまに目まぐるしい日々でね、実は、おかげさまでね、ほんま。全然覚えてないですよね、パスワードの情報が。それではね、はい。ユーザー情報、購入歴。35個ありますね。35個あるということは、新学期ガチャも引きたいんですけど、ちょっとね、脈連校とか、このガチャね、原画師ね、あんまり結構手薄なとこあるんですよね、はい。で、サンドアートとかもちょっと欲しいですし、回収。アトリ武器とか持ってないか、アトリプリム、ディジーとか、イライザとかも持ってないですよね。んで、結構持ってない。オリーとかもなんかちょっと僕、イラスト的にちょっと欲しいんですよ、実は。はい。んで、まあ、あわよくばですよ。あわよくばですよ。この 5. ノバとか出たらね、芝居アニマルも、やっと、結構なところに、環境に追いつけるかなと、趣味場で、ひしこいてクリアするのもあれですけど、まあ、たまにはちょっと楽させてほしいなと思ってね、白蓮光、せっかく 2% なんでね、はい、ちょっと狙っていきたいと思います。はい、それではね、まずは1回目。7回引けるのか、僕計算もちゃった。6回引けると思った。はい。まあ、地引きしたらいいんですよ、結局。はい。地引きすれば、何の話にもならんじゃなくて、これがお話にならない、演出ですね。はい、今のが。はい、もうメルティーキッスも4体目ですわ。今年ってメルティーキッスの CM ありました？わかんないですよね。テレビあんまつけてなかったんで、ちょっとわかんないんですけど。はい、来ましたね。シエルゴ。これね、ほんまに最近僕お気に入りなんですよね。これもう一体いればね、全然ありかな。追撃ないんか。でも闇の2コンボ以上ダメージ入り、攻撃力が14倍、3コンボ加算。これですよ。未来、僕、今ちょっと未来から来た僕なんですけど、はい、ユーなんですけど、5. のサブに最悪ありですね。無課金アカウントやったら、はい。5. 出るんですよ、このガチャで。はい、このガチャ動画で。アルテミス。僕、あれですわ、なんかショートでね、フルメタルアルケミストか、ハガレンの方の、言ったら、ガンガン低評価抑えた。全然ええけどね、はい。じゃあ、あと4回ですね。ちょっとサクサク終わりますね。ちょっと2% でしょ？ 2% なんか出るて、気合で。これで。いやー、ちょっと待って。誰やったっけ？リクト。リクトか。
リフチョクって確率ナンバこれ魔法石6個新学期ガチャですわ。はい。これ普通にナチュラルに間違えるんですよ、僕。ほんまに。3% なんやったら、あと 1% 確率を上げていけばいいだけ簡単ですわ。1% の壁なんぞね。超えていきましょう。はい。引き合い足りんね。これ、スタンドの板もじゃあかんな。あら、懐かしい。懐かしいですね。セレスさん。あ、ちょっと、セレスさんはセレスさんってあれあ、まだやんね。まだやんね。走り込み進化じゃなくて、なんてっけ。試練進化まだ実装されてんのか。はいはい。じゃあ、あと2回で、このどちらかでね、5点が出るんですよ。はい。もう僕、今僕、未来の僕です。はい。2分後の僕がちょっと喋ってます、今。はい。はい。カモン！ということは、はい。皆さん、お待たせいたしました。はい。5点様降臨のお時間です。はい。よし！ほらね、来たでしょ？だから言うたじゃないですか。地引きすりゃいいんだけなんですよ。ほんまに。青い豪天様ですね、なんか。これは、闇は合ってますね、全然。まあ、ちょうどこの、ね。まあ。結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ガチャ動画、あれか、ログインスタンプがちょっと整理してなかったんですけど、はい。学園イシスが、この前引きまして、で、プレイ、なんだっけ、忘れた。はい。ほぼ、ちょっと待って、アルテミスとセレスとイシスとグランエルブクぐらいしか、名前出てこないんですけど、こんな感じでした。はい。これを見てどう思われるかは皆さんにお任せしますが、別に僕が弾いても楽しかったですし、はい、動画撮ってても楽しかったですし、まあ、あるキャラでね、はい、頑張っていこうと、決意を新たに、断固たる決意ができた瞬間でございました。はい。そうですわ。切り替えていきましょうそれではね、皆さんも、この動画が出てる頃にはもう100式チャレンジ始まってますかね。はい。頑張りましょうか。4月になったら、はい、常設の、また新しい100式クリアしたら85個もらえるんで、はい。まあ、それでね、その時にどんか、開催される、ガチャで、はい、豪邸やら、はい、環境キャラ、皆さんも狙って引いてみてはどうでしょうか。はい。4月の話してます。4月ってこと今月やん。はい。合ってるやん。はいはいはい。それでは、今回もお付き合いくださりありがとうございました。はい。この辺でお開きにしたいと思います。見てください。皆さん、ほんまにありがとうございます。よければね、概要欄にある、X と TikTok のアカウントのフォローもよろしくお願いします。はい。TikTok も最近ライブできてないんですけどね。はい。なかなか。かな、もしかしたらちょっとイベント、事務所内イベントでちょっと配信させていただくかもしれないんですが、その時は何卒よろしくお願いいたします。はい。それでは、最後に、何つめたっけ。あ、それこの動画の感想や、評価も。またガチャ引きましたが、とかと、いろいろ感想いただけると嬉しいです。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。